ギョッ。さあ、ということでですね、今日は、ちょっとですね、ネット界隈でですね、藤波のデッドボールについて、結構いろんな議論が、巻き起こってたり、記事が出てたりとかですね、ここは、佐々木が個人の見解を話そうということで、今日はね、ちょっと、やっています。ということでですね、まあ藤波がね、この前の、ヤクルト戦、ホームランも打って、0点で抑えながらですね、山田テストに3球連続、ちょっとインコース行っちゃったりとか、デッドボールがね、当たっちゃって、っていうところでね、で、その後大山がヤクルトが当てられたのか当たったのかわかんないですけど、警告試合になってね、いろいろ、大きなことが起きたなと。テレ朝の GMVP とか、そんなデッドボールもあんな荒れてんのにおかしいっていう人、いるんですけど、根本的に、これはもう里崎の持論的に言ったら、まあ、藤波のデッドボールに関しては、完全に狙ってないですよね。もう、投げた瞬間抜けてるんで、しかももう変化球とかだったら仕方ないですね。記事とか、いろんなネットの意見とかで、もうなんかデッドボール当てたら、それに対して、制裁、出場停止、退場とか言ってる声が聞こえますけども、何ですかっていうね。まあ別に、阪神に対しても厳しいことも言うし、最近ね、勝ってるんでね、ソチェクとかはもうね、褒めることが多いですけど、まあ阪神のことがね、嫌いなわけでもないし、別に特段好きなわけでもないし、まあそれはね、12球団どこの球団に対してもそうだし、藤波のことをね、めちゃくちゃ好きでも負けてもなければ別に嫌いなわけでもないんで、里崎的にはね、フラットの意見として述べていきますけど、まあ狙ってね、当てるっていうのは正直、まあ良くない話ではありますけど、荒れるのは仕方ないですね、正直。で、それを、まあ、バッターも、避けるのがね、仕事だし、その中でヒットを生んでいくのが、まあ、プロでもありますよね。で、大前提としたら、現場があんなやつ投げさすなとか、デッドボール当てたら、制裁やとか、罰やとか、もしくは退場やとか、何個以上当てたらどうやとこうやとかって、言ってないでしょ、正直ね。周りがね、ガヤガヤ騒いでるだけなんですよ。当事者たちは言ってないですよ。まあ、正直僕もね、現役時代、まあ、誰とはね、わざわざ言わないですけども、打席立っててね、怖いなってね、ほら当てられそうやな、みたいな。めっちゃ荒れてんな、って言ってね。怖いなって思いながら打席に立ったことも、まあもちろんありますし、頭部へのデッドボールも、4回ぐらいかな、当たった経験もありますし、まあそれによってね、そのまま試合交代して病院に行ったっていうね、経験もありますけども、正直僕は当てられたら次の打席もっと踏み込んでいくっていうね。もう一回当てたらやっちゃうぞっていうね。まあ、デンジャースサインっていうね。いう、必殺技がありますけども。まあ、正直、まあ、避けるのもプロっすね。落合さんがね、よく言ってたのが、最近は、プロ野球選手、避けるのが下手くそになってると。で、それはなんでかっていうと、もう防具いろいろつけてるから、正直避ける練習もしなければ避けないと。だから、なんか変なところに当たって骨折したりとかっていうのが、頻繁に見られると。最近のプロ野球選手は避けるのが下手くそやと。っていうのをね、落合さんが、何かの取材かインタビューで言ってた、記憶がありますけども、まあ正直僕も同じね、意見ではあるかなと。もう今やね、高校生の時から、エルボーガードして、すね当てして、まあいろんなところにね、防具つけて戦ってるっていうのもありますけど、まあもちろんね、落合さんの時なんてもう耳もない、ヘルメットの耳もなくて何もつけてない状態でしたし、まあ僕らの時はね、耳もあって、あと肘当てがね、ちょうど2005年か4年か5年ぐらいの時からね、ボビーが来てから、つけ始めて、もう今やね、ほぼつけてる人もいますし、今やね、この手首、コテみたいな、つけてる人もいれば、このね、こういうつけてる人もいるし、まあ、バッターもね、いろんな、その、身を守るための防具、まあ、もちろんね、全体に行くわけにいかないですけども、まあ、つけてるわけですよね。で、その中で避けたりしながら、しかも結果を出していかなきゃいけないのが、まあ、プロですよね。当てられるかもしれないから怖いから打てません。じゃあ、正直ね、話にならないし、そんなの投げさすなっていうのはね、ちょっと暴論でしかないかなと。しかも藤波に関してはね、そうやってなんか変化球は抜けただけっていうのもありますし、もう投げた瞬間抜けてるから、正直、まあ、故意では全くないし、まあ、そんなこと言ったらね、正直野球にならないっていう、まあ、コントロール悪いね、人間は、もうそもそも試合出れないし、そうどうなんやっていうところでね、まあちょっとね、過去のいろんなね、データを見てみたところですね、もうそのデッドボールで仮にね、退場とか出場停止になる代わりにね、仮になるんであれば、ちなみに去年2020年のチーム別で、デッドボールの数で言えばですね、1位が巨人59個、シーズンでデッドボール。2位が38個の DNA。で、仮にじゃあ阪神で言えば29個。いわばジャイアンツの半分以下ってなった時に、多分ジャイアンツ、ピッチャーいなくなります。このデッドボールで、そうなってたらね。まあ、パリーグで言えばね、2019年はソフトバンクがデッドボール67個。あ、1位西武の93個。93個よ。1年間で。こうやって見ていったら、そういうこと言ったら、
他のね、ジャイアンツとかチームのところもかなりこのデッドボールでね、影響が出てくると。確かにね、ヤクルトファンの皆さんの気持ちも非常によくわかります。と、自チームのね、もうしかもこのコロナ禍で人がいなくなってる中、怪我人ね、出すわけにいかない、今ね、上昇上がってきてるって中で、村上、塩見、山田などね、デッドボール当てられて、欠場骨折とかね、なったらどうすんねやっていうね、気持ちもね、もちろんわかります。その痛い、そのね、僕だって本人としてもね、チームメイトがもしそうなったらね、もちろん、理解できます。しかし、だからといって、その、デッドボール当てたらとかって言い出すと、じゃあジャイアンツのその去年の1位はどうか、ね、西武の2019年90何個はどうなんやっていうね、ところになって、ピッチャーいなくなるし、もうアウトコースしか投げれない試合になって、野球がつまらなくなるんですよね。他のチームもあってなった時に、藤浪だけダメや。それは藤浪がかわいそうですね。だそういったところで、藤浪だけの問題として捉えるんじゃなくて、全体的に言えば別に、そんな大きな藤浪だけがね、っていうところもあるし、その中で、技を磨きながらね、対処、バッターも対処していくっていうところがね、大事になってくるわけで、まあ正直ね、藤浪にはいい形で来てるんでね、まあそれは荒れ玉も逆に言ったらね、まあ持ち味と捉えるしかないし、それでね、まあもちろんそんなもん当てられたら困るやろっていうね、相手チームのね、気持ちもわからなくもないです。まあ僕もそうやってね、最初も言ったようにね、4回もね、頭に当たりながら、それはデッドボール当たって怖いなっていう思いピッチャー見ますけど、その中でね、どうやってそのね、恐怖心に勝って踏み込んでいってね、結果を出すかっていうところがね、プロのバッターに課せられたね、使命でもあるし、技術でもね、あると思うんですよね。で、しかもそれでね、試合が成り立ってなかったら、だって、もし危険球みたいなとこがあったら、危険球退場っていうのを審判の権限でなるわけですから、そのね、ボールが危ないとか、濃いやとか、これ以上無理やとかなった場合ね、審判から多分危険球退場が出るんで、それなりのピッチャーへのね、ペナルティーもね、現状でもね、あると思うんですよ。で、もっと言ったら、もっとね、バワーってなって、試合ね、全く制御できなくて、もうボロ負けっていうところになると、早めに交代していきますよね。その中でも、まあ結局0点にね、抑えれてるわけだし、逆に言うとヤクルトは抑えられてるわけなんで、そこをどう改善していくかっていうところをね、決めていかなきゃいけない。もしそれが右バッターが出たと、もう左バッターばっかりね、つけるとかっていうね、作戦も取らなきゃいけないっていうところを考えながらね、この藤浪に対して対峙して、どう結果出していくのかっていうのがね、相手チームに課せられた使命でもあるし、逆に言うとね、こういう議題をこう燃え盛らせて、その藤浪に対して精神的アプローチを外圧からかけて、よりコントロール悪くして、いい状態のをこう崩そうと、メンタル的に崩そうっていう勢力の声の可能性もあるんですよね。だからここバトルですよね。こう議論がね、持ち上がることはいいですし、だからって言って、まあ藤浪にはね、そんなに気にしないで自分のポテンシャルね、当てようと思ってるわけじゃないんで、そのポテンシャルも出してもらいたいし、それをね、相手がどう攻略していくかっていうところもね、解説者として野球ファンとしては、まあ見ていきたいし、で、その中でね、この外圧的からのアプローチで、こう藤浪が当てたら困るから、また何か言われるからってコントロール乱して、ガタガタガタって落ちていって、阪神が調子いいんで、そこをね、牙城を崩していこうっていうね、この声っていうののね、可能性も、あるなって言いながらね。まあ、あとまあ、もし、バッターからの何か解決法をするとするならば、トーン来るね。来た時に、おい!どんのお前!って言って、ちょっと怒った素振りとかして、ピッチャーのマインドを揺さぶらして、コントロールを乱させて、チームの勝利に導いていくっていう、まあ、方法もあるっすね。そういったところも、じゃ対戦チームは演技としてね、おい、ふざけんな、おら、危ないよ、おら狙ってんのこれみたいなね、感じでパフォーマンスして、ピッチャーのマインドを揺さぶらさして、チームの勝利に導いていくフォアボールを狙うとかね、っていうところもね、戦略の一つとしてはあるっすよね。だからそういうことをしてね、お互い、なんていうのかな、このパフォーマンス的なのも入れながらね、駆け引き、勝つね、チームが勝つっていうことを考えてね、やっていくっていう手段もあるから、だからそういうなんかね、この議論になっていってほしいなと。思いますよね。そのなんかこう、で、取られたら罰やとかね、なんとかっていうよりもね。まあ、個人的に、個人の記録で言えばですよ。シーズン、最多デッドボール。これね、1968年東映ですけど、22個です。森保さん。で、近年で言うと2002年のね、パウエル、近鉄時、21個です。だから結構出してますね。あと通算で言えばね、東尾さんが165デッドボール。だって踏み込まらせないように投げてたんでしょ。それどうなんやっていうね。で、まあ、近年で言えばね、まだ現役だと涌井。104個でね、通算、15位に入ってます。あとはね、中田健一、28位入ってます。89個。あと、石川、ヤクルトの84個で36位に入ってます。通算デッドボールの数ね。あと、西が83個。だから、石川でも、まあね、そのイニング数投げてるっていうのはありますけども、通算歴代のプロ野球選手で36位に入ってるの。石川ですわね。コントロールがいいって言われてる。まあ、若干藤浪はね、イニング数であるとね、もっと藤浪のね、こうが上がるからっていうところはありますけど、でもこれはね、
当てられた身になったら仕方ないで済まされないことだとは思いますけども、これも野球よ、言ってしまえば。その中でね、どうやっていくかのプロフェッショナルを見たいし、まあ僕自身その経験もありながら対峙してきたっていうのもあるし、現場はね、多分そんなこと言ってないと思うんでね、そういった面でね、まあ藤波がね、調子いいんでね、逆にこういった話題がね、出てくるっていうところでね、まあ藤波の調子の良さもね、伺えることなのかなっていうところもあるんでね、まあタイガースファンの人にとっては、まあ逆に喜ばしいことでもあるんじゃないのかなと思いながらね、まあこの動画をね、撮っていました。まあだから正直結論から言うとね、まあ正直仕方ない。しかもあの中でね、抑えれてるっていうところがね、藤波の成長でもあると、そうチェックで言いましたし、まあこの僕の意見を聞いてね、はぁ、ふざけんなっていうね、声を上げる人も、いるかもわからないですけども、まあ自チームのね、ピッチャーがデッドボールを当てて何らかのペナルティで退場になったら、それこそね、野球がつまんなくなるっていうところをね、考えてもらえれば、またね、違う一面が見えるんだと思います。ということでね、今日は個人的なね、里崎の意見で、里崎チャンネルお送りしました。素晴らしいプロ野球をね、今度も見せてもらいたいと思いますよね。それではまた。